ホセマリア・モビージャクベロは、スペイン・マドリード出身の元サッカー選手。ポジションは MF だった。セグンダ・ディビジオン B に当時在籍していた CDC、モスカルドでキャリアをスタートさせ、CD、ヌマンシアへのレンタル、CD ・オーレンセでのプレーを経て、1997年にマラガ CF に加入した。マラガでは、二年連続で、プリメーライへの昇格を果たしたチームの中心選手として、 活躍し、在籍4シーズンで133試合に出場した。2001年7月、マラガでの活躍が認められ、プリメーラ復帰という目標を掲げていたアトレティコ・マドリードに移籍した。1シーズン目に目標通り2部優勝を果たすと、翌シーズンは、ルイス・アラゴネスの下で安定した、出場機会を得ていた。しかし、2003から04シーズンに、 グレゴリオ・マンサーノがアトレティコ・マドリードの監督に就任すると出場機会が激減。同シーズンの冬の移籍市場でレアル・サラゴサへと期限付き移籍をした。そのサラゴサではレンタル選手でありながらもチームのようとして奮闘。コパデル・レイ制覇という大きな成果を挙げた。しかし、アトレティコへレンタルバック後も構想外といった状態が続き。 モビージャの能力を高く買っていたサラゴサが、モビージャを完全遺跡で獲得した。2007年に、サラゴサを退団後、レアルムルシア、ラージョバジカーノを経て2012年に再びサラゴサへ、復帰。2シーズンを過ごし、38歳で現役を引退した。ありがとうございます。